今回ですね、多分人によっては結構脱サラしたいとか会社辞めたいとか、なんか副業で生きていきたいとか、そういった思う方って、やっぱ一度はですね、誰でも思うことってあると思いますし、多分ですね、今もそれを目標にですね、頑張ってる人もたくさんいると思うんですけども、まあ実際ですね、一人で仕事をするっていうことが、まあどういったことかっていうのをですね、まあ多分もう、4、5年ぐらいはもう会社とか行ってないので、まあそういったですね、なんか実体験を踏まえてですね、話していこうかなと思うんですけども、まあまずは、やっぱりですね、給料をもらいながら副業で成功体験で収入源を作ることっていうのが非常に大事で、まあ例えば給料もらいながら、まあ給料もらうってことはですね、多分月に、まあ160時間とか170時間とか、本当にめちゃくちゃ働いている方で200時間とか働く方とかっているじゃないですか。でも、それで本業をやっているときに、まあ、5万でもですね、利益として稼ぐことができたら、僕はもう結構勝ちかなと思ってて、何かというと、その本業で使っている160時間を、その副業の方にですね、すべてフォーカスして作業できるようになるわけなんですよ。で、その160時間あって副業で5万稼いだところを、まあ、10万、20万ってやっていって、で、それをですね、今度やっていくと、ノウハウとか外注化とか、まあ、いろんなですね、知識がつくわけなんですね。で、そこで本業をやってない時間っていうのを、他の、まあ、ビジネス展開ができるわけで、じゃあ、ブログもやってみようかなとか、YouTube もやってみようかなとか、SNS もやってみようかなとか。で、こういったことを、いろんなことをチャレンジして、いろんな収入源をできたときに、まあ、ようやく少し安心するかなっていうイメージでしたね、僕も。で、まあ、僕も、営業の仕事してて、で、eBay やりだして、まあ、すぐ5万、10万、20万って稼げるようになったんですけど、で、そこでもうなんか、まあ、自分の力で稼ぐ、生きていくことって、可能なのかなっていう気持ちになってきたんですよ。だから要は、やっぱり人っていうのは、その会社に勤めて、なんぼだっていう感じじゃないですか。会社に勤めるしか、なんか自分の生きる道はないみたいな人って結構多いと思うんですけど、やっぱり僕も最初、まあ自分も60とか65まで、まあどっかで人に雇われて仕事をしていくのかなっていうのはやっぱりうっすらあったわけじゃないですか。にはなるんですけども、その本業をやりながら副業で数万円でも稼いできた時に、あ、自分でも稼げるんだっていうなんか希望っていうか、なんかそっから人生が楽しくなったんですよね。あ、やればやるだけ自分に返ってくるんだとか、本を読めば読むだけ知識ついて、YouTube を聞けば聞くほど、知識とか、まあ、そういったものもついてって、あ、こんなに自分のために何かをやることって自分に全て返ってくるんだって、まあ、なんか感動ではないんですけど、なんか自分の人生の分岐点になったわけなんですよね。で、そこからですね、その勉強することが楽しくなって、いろんな知識とか、いろんな人の、まあ、経営者の話とか、社長の話とか、なんか自分でビジネスをしてる人の話とか、まあ、要はもうスピリチュアルとかも、まあ、そうじゃないですか、結構引き寄せの法則とか、あと運気とか、まあ、例えば、物がなければどんどんクオリティ上がるよとか、幸せになれるよとか、なんかいろんなそういった自分に返ってくる YouTube とかを見るようになったんですよね。まあ、例えば音楽を聴いても基本、アニメを見ても、まあ、基本的にエンタメの動画を見ても、確かに多少は自分に返ってくるかもしれないんですけど、やっぱり多少なんですよ。でも、本、YouTube とか、まあ、自分に返ってくる可能性が高いものっていうのをやっていたら、やっぱり勉強が楽しくなって、本業で働いてない分、時間が有り余ってるわけなんですよね。だから勉強した分新しい知識がついて、じゃあそれをやってみようかなっていう感覚になったので、そうなんですよ。会社に行かなくても、なんかこういった感覚とかこういったことをやっていくと、やっぱり時代の流れに対応できるようになるので、まあ良かったかなって思うんですけども、でもやっぱりここがすごい大事なのが一つあって、会社に行くってことは、結構多責なんですよね。多責思考とか自責思考ってあるんですけど、要は、正社員、すいません。正社員として、こちらに私は勤めてますってなったら、基本的には出勤時間はここまでですとか、あなたのやる作業はこれです。
で、この日まで、この時間までに終わらせてくださいっていうのが、設けられるので、ある意味会社に行けば、それをですね、こなせばお金ってもらえるわけなんですよ。結構それって他人の責任、他責じゃないですか。他の人の、仕事をある意味手伝うみたいな感じでお金をもらうみたいな。要は手伝いなんですよね。でも要は自責なんですよ。自分で仕事をするって。で、この自責に関しては、例えば何時に出勤するとか、要は何時までにこれを終わりにするとか、例えば何曜日が休みとかっていうのはないんですよ。っていうことは、マインド面っていうか、気持ちが強くないと結構厳しいかなっていうのは、思いましたね。自分でやってきて。だから例えば、もう、一気にやる気がなくなっちゃったりとか、もうブログだって書けないよとか、出品だってできないよとか、YouTube だってできないよとかってなったりとかするんですけども、その気持ちがめちゃくちゃ大事かなと思いますね。だから気持ちっていうか、左右されたら終わりなんですよ。今日はやる気があるとか、今日はやる気がないからできないとか。要は左右されない環境に自分を持っていくことがすっごい大事で、例えば、僕は考え方によっては、例えばすごい悪い例かもしれないですが、刑務所って、何もできないじゃないですか。例えばゲームもできないし、YouTube も見れないし、もし捕まったら刑務所って何もできないですよね。でもその刑務所の中に本が一冊だけ置いてあったら、多分その本何度も見返すと思うんですよ。やることなさすぎて。もう何度も何度も読むと思うんですよ。やることなさすぎて。これビジネスと一緒で、例えば何もない空間に、自分のパソコンを持ってって、その場に5時間いてくださいって言われたら、多分作業するんですよ、絶対人って。だから、この強制的に作業できる空間がないと、僕は多分フリーランスですよね。自分で仕事をするってなった時に、絶対に堕落するなって思ったので、コワーキングスペースを探してみたりとか、せっかくだったら、いい椅子を買おうとか、いい机買おうとか、作業効率をちょっとでも良くしようとかっていうことをすごい気にかけてましたね。なので、やっぱり気が散ってしまうんですよ、人っていうのはどうしても。だからこそ、気持ちに左右されちゃったら、多分、フリーランスとか脱サラとかっていうのは僕は厳しいかなと思うので、自分が気持ちに左右されなくて常にコンスタントに作業できる状況っていうのに持っていくってことがめちゃくちゃ大事かなと思いますね。で、僕もやっぱりこの状況に持ってって4年5年っていうのを一人でやってきたからこそ YouTube もこれだけ動画も撮れたわけで、いろんなところのサイトとかブログの記事とかも作ったりとかいろんなことにチャレンジもできて出品とかもいろんなことができるようになったので。で、ようやく少し安心してきたかなって感じなんですよ。でも、やっぱり会社に勤めていても不安な時ってめちゃくちゃあると思うんですよ。常に会社に行きたくないとか、常にこの仕事が嫌だとか、常に辞めたいとか思っていたら、もう多分常に不安じゃないですか。会社に勤めるのが安定、正社員が安定って言われるかもしれないんですけど、その本人自体が、もう嫌だとか、もうやりたくない、つまんない、何の人生これみたいな思っちゃったら、そもそも安定もクソもないと思うんですよね。例えば、その嫌だと思うことによって、体が、例えば、もっと病気がちの体になってしまうとか、ストレスを感じて体がもっと疲れやすくなってしまうとか、だからそもそも会社にが安定とかっていうの時代っていうのはもうとっくの幕に終わっていて、その人自体がやっぱり不安って思ったら、すべて、世界が不安になっちゃうと思うんですよ。その人の世界って不安、全部が不安になっちゃうと思うんですよ。それって。別に仕事以外でも。だからこそ、まずは不安を取り除くためには、やっぱ最低限のお金っていうのはどうしてもツールとして必要だと思うんですよね。で、このツールっていうのを自分で稼ぐ力であったりとか、稼ぐことができるスキルとかっていうのを、やっぱり持っておくと、全然変わってくるんじゃないのかなって思うので、そうですね。だから僕もその勉強することっていうのは今もやめないですし、今もチャレンジしていますし、今もいろんなことをやって継続して、今も YouTube 動画を撮ったりとか、確かにすごく小さいことで
まあ、これに対して意味があるのかないかって思う人もたくさんいると思うんですよ。僕がこうひたすら喋って何万アップ動画を上げてるくせに1万人もいないじゃんとかって思う方もたくさんいると思うんですよ。まあ、それでもやらないようにやった方が、まあ1%でも自分の影響力が上がったりとか、1%でも何かがマネタイズしやすいとか、1%でもなんかね、喋りが上手くなったとか、タイトルの付け方が上手くなったとかっていうのがやっぱりあるわけなので、やっぱり自分のやっている行動っていうのは自分に返ってくるものだと思うんですよね。そう。だからそれがですね、本業に費やしていた160時間ぐらい、月間160時間が、全て自分に返ってくるようになるんですよ。副業っていうか、自分でビジネスとかフリーランスになると。だからそりゃ人は成長するよねって思うんですよ。本当に逆にですね、僕すごい思うのが、成長期間って結構必要だと思ってて、例えば弟の話なんですけど、弟は18歳からもう10年以上同じ、職場で働いてるんですけども、もう成長できることってないじゃないですか。まあ本人曰くないんですよ。まあ毎日同じ仕事をやらさせて、成長することがないって言ってて、で、仕事も続けてるわけで、まあ確かに偉いとは思うんですけども、僕だったらもう覚えることがなくなったとか、もうなんか飽きちゃったなと思ったらすぐ辞めちゃって、成長期間っていうのを設けますね。この成長期間っていうのは、会社に頼らずに自分の力だけで1年、2年、3年生き延びるみたいな感じですね。要は自分に負荷をかけますね、そこで。要はプレッシャーをかけますね。だから1年、2年、3年自分の成長期間を設けてプレッシャーをかけた時に、あ、このままじゃやばい、このままじゃ生きられないと思うからこそ、今までテレビを見ていた時間を勉強する時間になったりとか、パソコンスキルが身につくようになったりとか、自分のブログ作ったり、自分の YouTube 作ったりとかができるわけなんですよ。だから人っていうのはどこかしらで、何かしらの、リスクではないですけど、不安っていうのを取って成長期間を設けると、本業で働いていた10年以上のものが、1年間とか2年間でそれ以上のですね、スキルとか考え方っていうのが身につくことは、僕は全然あることだと思うんですよね。例えばその成長期間の2、3年間を得た後に、そのまま自分で仕事をしていくか、その成長期間で勉強して強くなった自分のまままた就職するかって選べるわけじゃないですか。だからこれが例えば人生においてスキルとか経験とか知識が増えてくると、自分のやりたいことっていうのが選択肢が増えるから、そのいい選択肢をどんどん選べる人間になれれば、いい方向だけの選択肢に歩めますよね。そうすると人生のクオリティが高くなって、人生もより良いものになって、あ、毎日が楽しいなとか、毎日勉強できるなとか、あ、1年後2年後3年後このままこれを続けていればもっと人生楽になるなとか、これが結構その人生の分岐点にもなって、人って変わってくるんじゃないのかなって思いますね。僕はこうやってその副業から始めて、その成功体験を得て、分岐点をたくさん自分で今得られる人生になったので、なんか自分の人生においては、まあ今のところ今何か僕が死んだとしても別に満足してますね。別になんかやり残したこともないですし、なんか自分のために生きられた人生だったので、なんか別になんかあれですね、後悔はないですね。まあ別に死なないですけど、後悔はないですね。っていうのは全然思いますね。ただ結局人っていうのはお金にとらわれるのではなくて、まあその一人生において、まあ後悔があるか後悔がないかっていうのが、まあ一番僕は重要なところではないのかなっていうのは思うので、やっぱり後悔がない人生、楽しかった人生、ああ良かったなとか、あ、チャレンジできたなとかっていうのはすごいいいのかなって思いますね。そう。だからなんか別になんか副業っていうか会社を辞めて不安に思うんではなくて、会社を辞めて1年か2年かまずはやってみるんだっていうことでいいんじゃないですか。だからそれはまあ、ドラゴンボールでいう精神と時の部屋みたいな感じで、自分で修行期間を設けるんですよ。だから僕も最初その考えでしたね。会社を辞めて、まあ、1年か2年か自分で修行期間を設けて、なんでかって言ってやってみないとわかんないじゃないですか。パソコンで暮らしていけるなんて分かんないじゃないですか。未確定じゃないですか。でもその未確定なこと、長い人生の中で1年間2年間そっちに包括してもいいじゃないですか。そう。だって包括したからこそ新しいことができて、新しいチャレンジして、いろんなことができるようになったわけじゃないですか。だからこれがすごい大事だと思うんですよ。
特に副業っていうかフリーランスとか脱サラしたいなっていう方だったら、そうですね、なんか修行期間すげえ大事かなって思いますね。だからなんか会社を辞めるとか、会社をなんかせっかく10年間やったから20年間やったから辞められないっていうのは、サンクコストっていうのがかかってるんですよ。あ、せっかくここまでやってきたのに20年間水の泡だみたいな、10年間水の泡だって、これサンクコストっていうんですよ。もったいないっていうコストみたいなことをサンクコストっていうんですけど、だからここをずるずるやってると、まあ、結局その多分僕の同級生とかも結構いるんですけど、あの18歳から仕事を始めて、気がついたら65歳70歳まで同じ仕事をしてましたってなって、じゃあそれをやってる人もいれば、いろんなことをチャレンジする人もいるわけじゃないですか。いろんな会社作って、いろんな企業をして、いろんな人と出会って、いろんなビジネス、いろんなクオリティというか、いろんなことを考えたりとか、するわけ、そういった人もいるわけなので、やっぱり僕はどれだけチャレンジしたかとか、どれだけいろんな人の思考に触れたりとかっていうことが、そのやっぱり人生のクオリティが高くなってくるのかなっていうのは思いますね。だからその人がその人で幸せだったら、それはもちろんいいことにはなるんですけども、その選択肢がたくさんあった方がどう考えても幸せになる可能性が高くなるよねっていうことは、めちゃくちゃ思うことですね。そうですね。だからなんか今すごい会社行きたくないとか不安だとかって思う人は、1年間2年間ぐらいですね、自分のために、あの自分だけのための仕事をするのもすごいいいんじゃないのかなっていうのは僕は思うわけなんですよね。だから僕は例えば友達とか親戚でも誰でもいいんですけど、会社辞めたいんだけどみたいなことを相談されたら、あ、すぐ辞めちゃえばいいじゃんと思いますね。あ、すぐ辞めて、あ、辞めた方がだって自分のために勉強できて、ビジネスできて、成長できてよかったねって思いますよ。おめでとうございますって言いますね。だから僕もなんかメールとか LINE とかで、例えば会社辞めましたみたいな、例えば来たら、あ、逆に僕はおめでとうございますって言いますね。あ、お疲れ様でした、おめでとうございますって言いますね。だからなんでそこで否定するのかマジわかんないですね。あ、会社辞めましたと、あ、もったいないですねみたいな。なんでそういった人が生まれるのかなって、まあ、すごい嫌なんですよね。人の考えとして。あ、不安ですねみたいな。あ、会社いればよかったのにとか。あ、退職金もらえないですねとか。あ、福利厚生怖いですねとか。なんでそんなネガティブなところにフォーカスするのかなっていうのはめっちゃ思いますね。あ、会社辞めたらよかったですね。自分だけの時間がたくさんありますねと。いろんなことをチャレンジして、いろんなことを勉強できて、いろんな人に触れ合えて、そこでスキル手に入れて、1年後2年間すごい頑張って、その時にいい方向を自分で選べばいいじゃんと思いますね。まあ、それは失敗だったとしても経験になるので、まあ、そこから別に就職してもいいですし、また新しいことをやってもいいですし、やっぱり大事ですよ、そういった選択肢をたくさん持てるってことはっていうのがあるので、なんかまあ今人生不安だなとか、会社辞めたいなって思う人はなんか思い切ってもいいんじゃないかなって思いますね。まあその人のその、まあ、状況がわからないので、何とも軽発言はできないんですが、まあ軽発言にはなってると思うんですけども、まあ全然僕はいいんじゃないかなと思います。人生一度きりなので、まあ1年か2年か3年か修行期間あってもいいんじゃないかなと思いますね。で、ちょっとまあいいフレーズ1個でもあったら参考にしてください。よかったらチャンネル登録とか、もうすぐ3000人とか行くので、いいねとか教え、あとコメントとかもですね、よかったらください。じゃあ、失礼いたします。